への増税にはただの一度も手を貸してきたことありません。私改めて調べてみたら、例えば消費税 5% 決めた時、村山内閣なんですね。自民社会先駆けっていう内閣があったんです。今の社民党さん、昔の社会党さんでした。そして先駆けという政党の中には菅直人さんだとか鳩山さんだとかがいたんですね。こういうことを見ても、今全ての政党の中で庶民への増税に手を貸したことがない、こう言えるのは日本共産党ただ一つです。